ショーン・パトリック・ヌリンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナッソー軍、シーフォード出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2008年の MLB ドラフト50巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されたが、サンジャシンと大学へ進学した。2009年の MLB ドラフト48巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、 サンジャシンと大学ノースキャンパスへ編入した。2010年の MLB ドラフト6巡目でトロントブルージェイズから指名され7月13日に契約。参加のルーキー級ガルフコーストリーグブルージェイズで1試合に登板し8月に A-9 オーバーアンダブルデイズへ昇格。6試合に登板し0勝2敗防御率6.05だった。2011年は A 級 ランシングラグナッツで25試合に登板し、4勝4敗、1セーブ、防御率3.49だった。2012年は、A 級ダニーデンブルージェイズで17試合に登板し、9勝0敗、防御率2.19だった。8月に、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツへ昇格。3試合に登板し、1勝0敗、防御率1.20だった。 2013年は A 級ニューハンプシャーで開幕を迎え5月24日にブルージーズとメジャー契約を結んだ同日のボルチモアオリオールズ戦で先発起用されメジャーデビュー1.1回を投げ7アンダ6失点の乱調でメジャー初黒星を喫した翌25日に A 級ニューハンプシャーへ降格したこの年は1試合の当番にとどまった 2014年3月16日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ移動しそのまま開幕を迎えた2014年1月28日にジョシュ・ドナルドソンとのトレードでブレッド・ローリー、フランクリン・バレット、ケンド・ール・グレーブマンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した2015年は開幕に出遅れて5月に戦列復帰 3A でプレー後9月に メジャー昇格を果たして、シーズン終了まで先発ローテーションとして起用された。6試合に登板し、防御率5.28だったが、メジャー初勝利を挙げた。2016年2月12日に、クリス・デイビスの加入に伴い、リーフとなった。2016年2月22日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。 開幕から15日間の故障者リストに入り、4月2日に60日間の故障者リストに移行した。10月28日に40人枠から外れ、AAA 級コロラドスプリングススカイソックスに降格した。2017年11月6日に FA となった。2018年2月18日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2A に配属されたが、 故障で開幕に出遅れて5月下旬に先列復帰した。この年は主にリリーフとして起用された。11月2日に FA となった。2019年2月28日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2A で4試合に登板したが結果を残せず、4月25日に契約解除された。2019年5月5日に 独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスに所属。8試合に登板して無傷の6勝を挙げた。2019年7月7日に金銭トレードでシアトルマリナーズに移籍。3A に配属され14試合で6勝を挙げた。11月4日に FA となった。2019年12月6日に埼玉西武ライオンズが獲得を発表した。 背番号は49。2020年8月29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で NPB 初勝利を挙げた。12月2日に来季の契約を結ばない旨が発表され、同日付で自由契約公示された。2021年4月25日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結び、AAA 級ロチェスター・レッド・ウィングスに配属された。 8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オーバースロー、サイドスロー、2段モーション、トルネード、クイックなどの多彩なフォームを打者や状況によって使い分ける投球が特徴である。ありがとうございます。